西三橋。円形に見える島は、入表島西三橋は、沖縄県八重山郡竹富町あざ竹富地先にある三橋である。2005年12月26日に、黒島のビフル三橋とともに、国の登録有形文化財に登録されている竹富島の西岸に位置する。1938年に建設された竹富島で、 最初の近代的三橋で延長105.3メートル、福井4.38メートル。石灰岩を乱石して、両側面をコンクリート壁としている。先端部分は干潮時にも使用できるように幅の広い車路上に形成されている。竹富島には農耕地が少なかったため、復帰前の1972年までは、入表島に水田を作り、 工作のために、板船と呼ばれる松をくり抜いた船や小船で、長時間かけ通っていた。その間は、入り表島に隣接する、風土病のない、湯布島に田子屋を増設し、寝泊まりをした。西桟橋はそのための港として整備されたものである。行政の支援がほとんどなかったため、住民の労力教室によって建設されたと、伝えられる。近年では、 漁のための船着き場として利用されていた。1971年頃まで使用されていたが、現在は、桟橋としては使用されておらず、現在では夕日を眺望する名所として、観光名所になっている。ありがとうございます。